第3軍艦は1873年から1888年まであった日本陸軍の艦区で全国に7つあった軍艦の一つである名古屋鎮代が管轄したおおよそ中部地方を範囲とした1875年の第3軍艦南が鎮代が所在する名古屋の第6主艦で北が金沢を本営とする第7主艦東隣は 第一軍艦、西隣は第三軍艦の諸士艦である。当時の府県の境界を示す。1885年から1888年の第三軍艦。南が第五士艦、北が第六士艦。境界は国のもの。1873年7月19日、明治6年大乗艦布告第255号によって、人大条例が改正され、 それまでの4賃台を6賃台に増やすとともに、賃台の管轄地を軍艦と呼ぶことが決められた。第3軍艦は、この時新設された名古屋賃台の艦地である。条例に管轄地域は記されていないが、文営の配置からおおよそ、中部地方と推定できる。1875年4月7日改正の六艦賃代表では、現在の中部地方から新潟県、 山梨県の全部と長野県、静岡県、福井県のそれぞれ一部を書いた範囲を管轄した。新たに第7主管の文営となった鶴川、1873年の条例では第4軍管の文営とされていたところである。1885年5月18日、明治18年大条官たち第21号によって、賃貸条例が再び全面改正され、 軍艦の区割りも変更になった。第三軍艦の士官は番号が一つずれ、南が名古屋の第五士官、北が金沢の第六士官となった。1888年5月14日、明治21年直令第27号に師団司令部条例が制定されて賃代は廃止になり、代わりに師団が常設されることになった。合わせて、 陸軍管区標が制定され、それまでの軍艦は、士艦と解消し、常設の士団の管轄地になった。第三軍艦の管轄地は、第一士艦に属した長野県部分を除き、第三士艦に引き継がれた。大条類典第二編、第205巻、賃大条例改定。公文録、第41巻、6巻、賃代標告時閉学並配分標告制届。 法文類、第9編第6巻、人大条例を改正すの7軍艦教育表、リンク先の8コマ目、大上艦文書局、漢方第561号、漢方第1459号、リンク先の4コマ目、漢方第1459号、陸軍管区制定の件、リンク先の7から9コマ目、ありがとうございます。